私は自主避難というのが、今日は政府の皆さんですけれども、直接一個人の意見として申し上げますけれども、自主避難というのがどうも中途半端だというふうに多くの国民に移っているのではないかと、僕の自分自身のツイッターでアンケートを取ってみました。そうすると 85% の方がですね、自主避難というのは分かりにくいと、避難すべきかそれともそうでないのか白黒メリハリをはっきりしないとグレーが一番困ると、つまりグレーでそこに動けない独居老人とか寝たきりの方とかがいて、でそこに支援する食品だとか食料だとかガソリンだとかみんなが引きずられてみんながそこに結局残らざるを得ない人がいっぱい出てきてしまう。だからやっぱり賛成は 2%、 85% が自主避難はあんまり良くないんじゃないかと言っている。で風評被害が我々の業界でもすでに出始めておりますが、国内だけではなくてですね、国際的な風評被害、日本製品買いたくないというのが農作物だけではなくてですね、工業製品にまで広がってきているという問題があります。でこれを解くにはですね、私が思いますには鍵はですね、日本独自の日本の保安院の独自の検査方法、独自のその数値だけではですね、これは立派に先生方が考えたんだと思いますが、世界に通用しないと。世界への風評を抑えるためにはですね、世界の基準でも同時にアナウンスしていかないと、日本基準だけでは国際的風評被害が終わらないというふうに思います。ですから今までの保安院の基準にプラス、それが悪いと言ってるんじゃないです、プラス国際基準も同時に、発表していくべきだと思います。ちなみにご存知だと思いますけども、 IAEA の基準は土の表面のところ1センチから3センチぐらい表面のところを1平方メートル取ると。で日本の保安院のそれは下に 5センチ掘って、で1キログラムあたりいくらと。でご存知のようにこれはホコリにまみれて一緒に放射性物質が飛んでくるわけですから、そのホコリが5センチ下まで潜るのに何日もかかってしまうと。したがって5センチ掘ったら出てくる数字はおのずと低い数値に出るという確率が高いと、少なくとも外国人はそう見ると。そうすると日本基準で出した数字はどうせ出てくる数字は少なく出てくるねというふうに疑心暗鬼が広がると。これを止めるためにはどうしてもですね、同時に日本基準&国際基準で発表し適時解除していくべきだろうと思いますと。基準を合わせなきゃいけないということであります。国際会計と同じようなものでございます。もう一つ私懸念しているのは、総務省からちょうど今月の6日に、通達が正式に出されて、今の総務省のホームページにも載ってますけれども、インターネット上の流言飛語について関係、省庁が連携し自主的な再削除を求めると。これ一歩間違うと言論統制と、中東のどっかの国でもですね、インターネットで言論統制すると結果政府がどういう立場に追い込まれるかと。政府がですね、これはもういろんな事例が世界各国に出てきてるわけですね。ですからこのことは気をつけないと本当にまずいですよと。そういうことを、そのつまりもう今時ネット上のですね、言論統制を強いるなんていうのは世界でほんの数カ国しかないという状況ですから、まさか日本が、先進国の日本がこんな通達が出るというふうには思ってなかったというふうに、諸外国の人々が、気づいた人が今言い始めています。ですからぜひこれは政府の皆さん、与党の皆さんが見直していただきたいというふうに私は思います。非常に危険、一歩間違うと、もともとの意図は変な意図じゃないと思います。政府はですね、当然、しかし間違えるとこれが行き過ぎるリスクがありますので、私は警鐘を鳴らしておきたいと思います。でそういうことで原発あるいは被災地ということで私行きましたけども、改めて今先ほど申し上げたように、
通信というのは電気なしには成り立たないということを思い知らされました。で、原発怖い、でも原発ないと日本の電気が成り立たないというふうに私も印象を持っておりましたが、ここ何日間か私なりに勉強してみました。で、合わせて、民主党の代表であられます、日本の代表であります、総理の方からもですね、すでに、既存の原発についての安全基準、これを再チェックする必要があると。2点目、新規に作る原子炉については白紙から検証し直しなきゃいけないということを総理が述べられました。合わせて、自然エネルギー、グリーンエネルギーを積極的に取り組んでいくと、この3点が最近、我が国の総理から、明確な方向性として打ち出されました。私は大賛成でございます。今日はですね、ここに来るというので、ツイッター上でなんか孫正義民主党と決闘かというような、そういうツイートが出ておりましたが、今日は決闘に来たんではなくて、すでに総理の方からも出されておられる、この安全運転をしていきましょうと、少なくとも安全基準、というものについて私も賛成だと、よりそれをさらに一歩進めるために具体的ないくつかの提言を持ってまいりました。もうすでに皆さんご存知だと思いますが、原子力が日本の電気の 30% を賄っていると。で、自然エネルギーの一つであります水力を中心に 9%、 火力が6割だということでございます。で、原子力なくなると電気持たないということで、東電さんの問題でですね、関東、東京もみんなもう計画停電とかいうふうに大騒ぎになりましたが、まあ、最近の 2,3 日前からの話ですと、原発がとりあえず、大きなものが止まっててもですね、なんとか停電を免れそうだと。つまりそれは火力を増やすということだと思いますけれども、そもそもですね、原発が何年間ぐらい使われてるかということをちょっと僕なりに調べてみました。そうすると平均がですね、二十数年間です。ちなみにこれは世界のものでいきますと、22年間で平均、原発を廃炉していると。廃炉、つまり原発の寿命ってどのくらいなんだろうと、安全基準ということで原発の寿命ってどれくらいだろうと、廃炉されたものの平均が22年であったと。つまり原発は40年持つのか、20年なのか、60年なのかと。で、調べると圧力容器、もう日本国民は今みんな圧力容器という言葉を小学生ですら知ってると。僕もつい何日か前まで知らなかったんですけども、この圧力容器に中性子がずっとぶつかり続けると、40年ぶつかると圧力容器がかなり脆くなるということでございます。で、脆くなると地震だとか停電で温度が上がるとやばくなる確率が増えるということですが、廃炉した原発の平均が22年ということでございました。で、40年経つと少なくともですね、かなり、寿命に来ると。つまりここで40年過ぎてから廃炉したというのは本当に一部で、つまり40年を超えてなおかつ運転し続けているという原発は世界でも稀だというのが一つ私も驚いた事実でございました。で、もしじゃあその40年というのを一つの目安だとするならば、40年以上経ったら一旦運転を 見合わせるということでいくと、40年経ったものが新規に原発を作らなければですよ、新規に原発を作らなければ、原発によって提供される電力の容量、何ギガワットあるかというのは徐々にテールダウンしていくと、徐々に減っていくと。新規に作らなければ、つまり40年寿命という説でいくのであればと。で、青い線が事故前です。で、赤い線が今回の事故で一旦能力が減ったと。ですから原発を今日すぐやめようとか全部やめようというのは無茶な話ですが、もし寿命が来たものを、徐々に寿命が来たということで計画的に抑えていって、新しく作るやつがゼロであったら、実は自然と原発は減っていくということになるというのはこのグラフでございます。で、世界的な状況でいくと、私は
世界のトレンドは原発だとつい1ヶ月前まで思ってました。 CO2 問題もあって世界は原発をどんどん増やさなきゃいけないと、みんな増やしてるんだろうと思いました。ところが世界のブームの頂点は実は80年代の半ばだったというのがこのオレンジ色のグラフです。80年代の半ばから世界では実はほとんど原発は新規には作られなくなったと、私驚きました。私の1ヶ月前までのイメージとは全く違いました。で、今後は、まあ、新しく作るのは、まあ、このオレンジのこれぐらいだというふうにすると、世界の原発による電力の提供供給というのはこの赤い折れ線グラフになると。でもし原発によって提供されている電力を今のレベルを保っていこうというのが、あの緑の点線、今のレベルを保っていこうとすると、新たに原発を世界にどのくらい作らなきゃいけないかと、新たに作らなきゃいけないのはこの緑の棒グラフです。つまり世界中に新たに原発をバンバンもう一回作りまくらないと、原発によって賄われている電力というのは保てないということであります。じゃあこれだけの事故が起きた後、世界中でですね、原発を新たに作り続けると、バンバン今から増やすと、急に減っていってた、このオレンジの減っていってたものを突然またバカーッと作り始めるということを本当に世界がやるでしょうかということですね。そこをもう一回我々は真剣に国民的議論をするべきだろうと思います。で、どちらにしろ原発はですね、私は今日すぐ全部やめろなんて、いきなりそんなことは、過激なことは実は思っておりません。現実論者、現実、まあ、実際事業をやっている立場の人間として現実論で考えておりますが、まあ、それにしてもですね、安全運転の基準は総理もすでにおっしゃっているように、ある程度基準値を上げなきゃいけないと。つまり耐用年数が過ぎたような原子炉をですね、無理して使うと、延命させるとすると危険度がどんどん高まると。それから、安全保安員だとか、その他ですね、その推進する側とチェックする側が同じ組織というのはまずいというのは、もうすでに政府の方でもコメントされ始めておりますが、ぜひそれをやらないと疑心暗鬼が止まらないだろうというようなこと、ひび割れしたような原子炉、管路のあるようなやつは絶対これはもう動かしちゃダメですね、そういうチェックをより厳格にすべきだと。で、ところでこのグラフ、僕何回も最近見てるんですけれども、そうは言うけど太陽光は高いぞと、原発は安いと、原発は5、6円だと、5.6 円だと、したがって現実論でいくと一番安い原発を使わざるを得ないんだと、使い続けなきゃいけないと、今のレベルを保とうと新規のやつも作んなきゃいけないと、これが一番経済的だというふうに信じておりました。しかしと、本当はあの数値はですね、昔の数値じゃないかと、本当の現在の数値は追加コストが足されてんじゃないかと。でちょっと調べてみるとですね、1ページ戻りますよ、5、6円だったのが本当はこの水色の部分を足すべきじゃないかと。で実態の数字はどうだったかというのはこの 点々です。つまり10円をはるかに超えて15円20円の1キロワットあたり原発の発電コストは15円20円のものが多いと、最初の謳い文句とちょっと違うんじゃないかということを、もう一回ぜひ政府の皆さんが再点検していただきたいと。本当に最初の謳い文句の 5.6 円かと、本当は15円ぐらいかかってんじゃないのと、これが実際のデータだということのようです。でこれは事故前です。事故前の数字です。でもし事故のコストを追加すると、つまり東電が本来全部払うべきだと思います、事故の保証はですね。でも東電の領域を払える能力を超えたら国民が払わなきゃいけない、つまり政府が払うとイコール国民が払う、国民が払う事故の補填コストまで含めると、本当は原発は他のエネルギーに比べて一番高くついたものになっちゃったかもしれないということでございます。